南議人は、日本の財務官僚。理財局総務課長、大臣官房審議官、理財局次長、内閣官房内閣審議官、主計局次長、近畿財務局長、財務総合政策研究所長を経て、東京国税局長、奈良県出身、大阪教育大学附属高校天皇寺校舎を経て、1984年、東京大学法学部、 第二類卒業、大蔵省入省。関税局企画課、国際金融局調査課企画課課理長を経て、1989年、大阪国税局長浜税務所長。1990年、大蔵省大臣官房文書課長補佐。1993年大蔵省、主税局総務課長補佐。1996年大蔵省主刑局、主刑官補佐。 1997年大倉省主計局、主計官補佐。1998年日本貿易振興会、中立費事務所長。2001年7月財務省大臣、官房企画関係主税局総務課兼主税局、調査課兼主税局税制第3課。2002年財務省大臣官房企画関係、主税局税制第2課。2003年7月内閣。 官房行政改革推進事務局特使法人等、改革推進室参事官。2004年県道路関係4、公団民営化推進委員会事務局参事官。2005年7月財務省大臣官房参事官。2007年財務省主計局主計官。2008年財務省理財局、国有財産企画課長。2009年9月平野内閣官房長官秘書官。 事務取扱い。2010年財務省理財局、財政投融思想括課長。2011年財務省理財局総務課長。2012年8月17日財務省大臣、官房審議官兼理財局総務課長事務取扱い。同年8月29日財務省大臣、官房審議官。2013年6月28日財務省理財局、次長。 2014年7月内閣官房内閣審議官、県内閣、官房社会保障改革担当室審議官兼、内閣官房、TPP 政府対策本部員。2015年財務省主計局次長。2016年から財務省近畿財務局長を務め、森友学園問題の対応に当たるなどした。2018年7月27日財務省、大臣官房付 2018年8月3日財務省財務総合政策研究所長県会系センター所長2019年7月5日東京国税局長2021年7月7日退官ありがとうございます